伝説の鉄道博物館佐久間レールパークを知っていますか？佐久間レールパークとは、静岡県浜松市の山々の狭間にあり、飯田線の佐久間駅に併設されていた鉄道博物館で、展示車両は少し独特で飯田線で活躍した車両を中心に、貨車や、電車、機関車、客車、救援車など、幅広い車両バリエーションだった。中には旧型国電の床下を有用し115系の車体を乗せた、化け物旧型国電72系がいたりした。またレールパークは佐久間駅構内に併設されていたため、飯田線を利用してレールパークに来ると、入場料を支払う必要はない。また車など外部手段でレールパークに来た場合でも、駅の入場料当時140円を支払うだけでいたね。今では考えられないほど入場料がめちゃくちゃ安かった。しかし、2008年展示車両の大半をリニア鉄道館に移転することが決まり、それにより当施設は2009年11月をもって閉館し、18年半にわたる歴史に幕を閉じた。また閉館時にはフィナーレイベントとして、普段飯田線に入線しない117系、175型などの臨時列車が複数運行された。チャンネル登録お願いします。